はい、ミラクル会にようこそ。今日は鉱物顕微鏡を紹介をします。はい、これは花崗岩の切片です。はい、こういうように偏光棒を回すと色が変わってきます。この変わってくるのが主に石英鳥石です。はい、この鉱物顕微鏡は市販のルーペ偏光板紙バサミで作っています。昭和50年代に、私が考案したものです。はい、こういうように偏光棒を回すと色が変わって見えます。